東京ドームには大観衆が詰めかけています。ジャイアンツがアドバンテージを含め2勝1敗で迎えるクライマックスシリーズファイナルステージ第3戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、このような短期決戦でホームスタジアムで戦えるというのは非常に大きいと思うんですが、いかがでしょう。声援の大きさっていうのはね、全然違いますから、これは力になると思いますよ。そうですね、超満員のお客さんが詰めかけています。まずはジャイアンツの先発マイコラスが東京ドームのマウンドに上がります。さあ、スワローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。今プレーボールがかかりました。初球ボール、この球は外れています。ボール先行です。3球目は何で来るか。ナイスボールですね。はい、切れていきます。ファウル。2ボール2ストライクです。ボールになります。フルカウントです。三振を取りました。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている田中。マイコラス、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さて、今日この大事な一戦ですが、マイコラスがマウンドを任されました。まず何を投げてくるか。初球ボール、これが2球目。インコース変化球、決まりません。ボール先行です。膝元への変化球、これは手が出ないか。2ボール2ストライクです。変化球で空振りを取ります。打順は3番川端。ツーアウトランナーありません。初球は何から入ってくるか。初球ボール、いい球でしたね。150キロ。緩いボールできました。
4球目は何で来るか。打ちました、松田。一塁アウト、スリーアウトです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。変わりまして1回の裏、これからジャイアンツの攻撃が始まります。ジャイアンツはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますスワローズはご覧のような守備陣です。スワローズマウンドに上がるのは先発の立山。さあジャイアンツ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。さあここから裏の攻撃になっていきます。西さん、こういう試合ですから初回から攻めていきたいですよね。うん、そうですね。相手の先発も緊張してるでしょうから初回で崩していきたいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。最初は変化球持ってきました。ストライクです。インサイド落ちます。破っていった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。さあジャイアンツ一打先制のチャンスです。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。うん、そうですよね。まあただちょっとチャンスで打てていない場面も見られますから、ここは打ってほしいですね。送ってきた、三塁方向、ピッチャー取った、内野安打になった。さあチャンスを広げていきます。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。さあそしてバッターボックスには坂本が入ります。ここは得点が期待できるバッターが出てきましたね。さあチャンスが続きます。この流れに続いて先制してしまいたいですね。なるほど、そうですね。初球変化球がいいところに決まりました。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。うん、そうですね。バッターボックスの坂本、インサイド打った、ファーストの左、これはどうだ、ホームタッチはアウト。ワンアウトランナー二塁一塁、ランナー変えれば先制だったんですがファインプレーに阻まれてしまいました。いや変えれると思ったんですけど、これは残念ですね。さあそして打席には松田が入っています。まあこういったチャンスで期待が持てるバッターですね。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。空振りでストライクを取ってきました。まあ向こうは併殺を狙って、あっとグラブ弾いた、ボールを拾って内野安打。さあチャンスを広げていきます。さあそしてバッターボックスにはフォールコ入ります。ピッチャーとしては警戒が必要なバッターですよ。さあなおもチャンスで満塁の局面、まあ、しっかりつないでますんで、ここはしっかり得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。初球ボール球です。ここ少なくとも犠牲フライを打たないといけないですね。中間守備で来てますから、どの塁に送球するかの一瞬の判断が重要になってきますね。あ、なるほど。打った、
ジャイアンツ先制、1対0、主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがというところですよね。立ち上がりを攻め先制点を奪いました。ここでリードを広げておきたいですね。さあこのチャンスでバッターボックスには6番の岡本が入っています。際どいコースですが外れました。ワンボールです。まあここは犠牲フライで OK ですね。ここは中間守備ですね。まあ、バックホームとセカンドゲッツー両方狙える守備体制ですね。なるほど、そうですか。西さん、犠牲フライの打ち方というのはあるんですか？まあ、ボールをバットに乗せて運ぶように打つとフライが打てると思いますけどね。なるほど、そういうバッティングができるかどうか。ファウルボールです。ツーボールツーストライクです。打った、ホームに送球する。サードランナーがホームに帰ってきました。ジャイアンツ追加点、2対0になりました。さらに満塁のチャンスが続きます。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。まあ、こうなってくるとねチーム全体が乗ってきますからね。初回からじわりじわりと点差を開いていきました。畳みかけたいですね。さあそしてこのチャンスで打席には7番の長野が入っています。まあここは犠牲フライで OK ですね。そうですね。まずは見送ります。ワンボール。中間守備ですね。まあ、補給してからどこに送球するのか一瞬の判断が難しいところですね。あ、なるほど。これが3球目。スライダー、逃げていく変化球、手を出してしまいました。ワンボールツーストライクです。飛ばせません。絶好の追加点のチャンス、三振でツーアウト。さあそして打席には松井入っています。さあツーアウトにはなりましたがなおも満塁の場面。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですよね。またしても点を加えます。次第に点差が開いていきます。先発のマイコラスが打席に入ります。まあ、ここは自分を助けるようなバッティングをしたいですね。そうですね。さあ満塁の場面を迎えています。変化球振っていきます。変化球見ています。さあ3球目は何か。緩いボール決まっています。膝元、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。このストレートは外れています。
さあ5球目は何か。手が出ません。三振。三振で攻撃を終えました。しかしこの回ジャイアンツ先に点を取りました。1回終わりました。3対0、ジャイアンツ先制です。2回表に入ります。追いかけるスワローズの攻撃。バッターボックスは4番山田。ジャイアンツリードで迎える2回です。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、ここまでいかがでしょうか。打線がいいスタートを切りましたから、こっちもいいピッチングしたいですよね。そうですね。さあここからの投球に期待したい。内への変化球は決まりません。内に決まりました。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。引っ張った。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあランナーを一塁に背負います。バッターボックスには畠山、そして塁上には俊足の山田。嫌なランナーですから、どうしても気になってしまいますよね。ああやはりそうですか。初球ボール。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。気になる攻撃です。ここは甘くなると長打になる危険性が高いですから、やはり低めが無難ですね。さあここはどういった戦い。打ちました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。ジャイアンツピンチになりました。ノーアウトランナー三塁一塁。さあそしてバッターボックスには雄平が入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。まあこういった序盤でも差は詰められたくありませんから、しっかり抑えていきたいですね。なるほど、そうですね。まずは見送ります。ワンボール。ここは三振が取れれば理想的ですね。そうですね。ここは大きいのを打たれないように注意したいですね。そうですね。ここまで来たらもう三振狙う。空振り三振。ここは投げ勝ちました。落ちるボールで狙い通り三振を奪いました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。さあそして打席にはバレンティンが入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあこういった要所を締めて切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですよね。やはり安易にストライクから入れませんよね。ランナーがいますからね。ああやはりそうですか。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。バッターのバレンティン打ちました。セカンド送球、二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。3対0、ジャイアンツがリードしています。2回裏に入ります。
ジャイアンツ打順よく1番から始まります。バッターは太田、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ジャイアンツリードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。まだ序盤ですからね。相手の打線を考えるとひっくり返される可能性がありますからね。そうですね。チェンジアップは入りません。ボール先行です。スライダー決まってストライク。打ちました。これはどうか、センターへ抜ける。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは2番立岡。先ほどの打席は内野安打でした。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ランナースタート、ファウルになります。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。なるほど、そうですか。さあ仕留められるか。ファーストランナー見逃し三振、タッチアウト、盗塁失敗。三振を奪った後素晴らしい送球が来ました。3番バッター坂本、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ジャイアンツランナーはなくなっています。初球変化球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。インコースへ大きく外れます。ショートうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ジャイアンツ結局3人で攻撃を終えています。2回終わって3対0ジャイアンツがリードしています。安全な姿勢をとってください。大きな揺れが予測されましても東京ドームは小宮山さん、先制点をプレゼントしてもらっていますが、ピッチングにも変化が出ると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、やっぱり点を取ってもらえたということで、余裕みたいなものが出てきますよね。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。初球ボール、高め打ちました。センターに抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは立山、ヒットでランナーを一塁に置いています。さあまず1球目送ります。サードが取る、一塁へ送ります。アウト、ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。
バッターボックスの上田、今シーズン得点圏での打率は1割8分となっています。まあ役回りというのもありますけど、ちょっと寂しい数字ですね。まあ肩の力抜いて力まずにいってほしいですね。あ、そうですか。ストレートを狙ってたんでしょうかね。あ、そうですね。このピンチ空振り三振に切って取りました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。いや、非常にいい組み立てでしたね。まあ、まだピンチが続いているわけですけど、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですね。さあ、この場面で打席には2番の田中が入っています。緩い変化球、まずは見送ります。インコース見送っています。151キロ。内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ4球目は何か。危ない球です。次が5球目。引っ張った、取った、一塁へ。一塁アウト、スリーアウトです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。3対0ジャイアンツがリードしています。西さん、先に試合の主導権を握ることができました。この後どんな展開を予想されますか。まあでも守りに入らないでね、どんどん攻めてほしいなと思いますね。ではそのあたり注目していきましょう。初球はボールになりました。改めてお聞きします。この松田、どういったタイプのバッターでしょうか。まあすごいパワーですよ。もう少し角度をつけられればもっとホームランを打てるバッターなんですけどね。なるほど、そうですか。まあ、ここは球種コースを絞って狙っていくカウントですね。なるほど。さあバッターは引っ張った、一塁送球アウト、ワンアウトです。今画面に出ているのが先ほどの配球です。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど、そうですか。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。よく見ています。インサイド変化球外れます。危ない球です。3ボール2ストライク。
打ちました。これはショートライナー。バッターは6番岡本。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ツーアウトになっています。打ちました。セカンド取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。3回終わって3対0、ジャイアンツがリードしています。回は4回の表、ヤクルトスワローズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。川端がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ジャイアンツリードで迎える4回です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあ、そうですね、一発出れば試合がひっくり返されることもありますから、点差はあっても慎重にいきたいですね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。アウトコースのチェンジアップ、次が3球目、インコースを落としました。まあ、ここはバッターの狙いがわからないなら、打ちました。セカンドの左抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは4番山田。まあ、ここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。これが1球目、ファウルになります。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。改めてお聞きします、この山田どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そうですね、状況にもよりますが、基本的には早いカウントから積極的に打っていくタイプで、ボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。打ちました。ショート取った。二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターボックス畠山、先ほどの打席でヒットを放っています。スワローズダブルプレーでランナーなくなりました。初球変化球は空振りです。変化球できました。ノーボールツーストライク。3アウトチェンジ。この回スワローズ結局3人で攻撃を終えています。3対0、ジャイアンツがリードしています。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは長野。ジャイアンツリードで迎える4回の攻撃です。西さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですが、いかがでしょう。この点差ではまだまだ安全圏とは言える状況ではないですからね。確かにその通りですね。外外れてボール。際どいコース外れました。ツーボールツーストライクです。
球目は何で来るか。変化球空振り、ワンアウトです。打席には1番バッター松山、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。立山、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球空振りです。さあ2球目は何か。打ちました川端、一塁送球アウト、ツーアウト。ピッチャーに打順が回って先発のマイコラスがバッターボックスに入ります。まあ、ミーとして前に飛べば何が起こるか分かりませんから、バットを出していってほしいですね。そうですね。初球わずかに外れてボール。高めのボール打ちました。弾き返した打球はセンターへ、上田が掴んで3アウトです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。4回終わって3対0、ジャイアンツがリードしています。小宮山さん、回は5回です。この5回というのはピッチャーとしてやはり一区切りになりますよね。そうですね、余計なこと考えがちになるイニングですからね、気をつけた方がいいですよね。そうですよね、白星というところもちらついてきます。初球ボール、打ちました、フォールコン、アウト、ワンアウト。バッターは7番バレンティン、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。まずはワンアウトを取っています。これが初球、初球ボール、次が2球目。切れてますね。確かにキレがいいように感じますね。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。はい、ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。バッターよく見ました。インコース変化球決まりません。3ボール2ストライクです。さあこれで決まるのか。変化球空振り。打順は8番中村。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。高め、空振りです。アウトロー見送ってボール。なかなかタイミング合いません。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ勝負してくるのか。変化球入りません。切りました、ファウルボールです。
これもファウル。これが7球目。インコース詰まりました。取って3アウトです。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0、ジャイアンツがリードしています。西さん、この辺りで追加点が欲しいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、この辺でもう一押し欲しいですよね。いわゆる中押しというところになるんでしょうか。初球ボール、インコース決めてきた。3球目は何で来るか。変化球外れました。引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックス立岡、立山、まずは先頭バッターを打ち取っています。空振り、まっすぐを持ってきました。ワンボールツーストライクです。内への変化球は決まりません。これが5球目。バットは動きません。よく見ています。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターボックスは3番坂本、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。アウトコース、ボール、何で来るか。インコース、これは外れます。ボール先行です。低め、
ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ三者凡退です。5回終わって3対0ジャイアンツがリードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。得点圏にランナーを置いて、しかしここはファインプレーに阻まれます。先制のチャンスを逃します。続いて先制のランナーを置いて5番バッターフォールコン、追い込まれてからのタイムリー、ジャイアンツ先制します。続く攻撃、塁が埋まって6番岡本、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。ジャイアンツ1点を追加します。さらに続きます。ツーアウトフルベース、8番松也、センターへ運ぶタイムリー、ジャイアンツ1点を追加します。2回の表得点圏にランナーを置いて、力のこもったボールで三振に切って取ります。得点を与えません。このピンチの場面、ここはバッテリーしてやったりゲッツーに打ち取ります。ここはしのぎます。3回の表ピンチの場面だったんですが、ここはしのぎます。得点を与えません。配球表をご覧いただいています。今日はストレートよりも変化球が多くなっています。これから6回、この回ピッチャーからの打順でしたが、スワローズ代打が告げられました。バッターボックスには代打の堀内。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね、しっかり抑えたいところですね。そうですね。さあ注目しましょう。まず打ちをついてきました。スピードボールを持っています。外れてますか。ボール先行です。速いボール、膝元決まってストライク、147キロ。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。外れます。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。振っていきましたが三振、ワンアウトです。打順はトップに帰って上田、マイコラス、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。前に緩いボールを入れてきます。ストライクです。これが2球目、外の低めです。あっという間に2ストライクです。
変化球で空振りを取ります。打順は2番田中、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。さあ初球は何か、初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。打ちいっぱいに決まります。ノーボールツーストライクです。バットに当たりません。三振。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0ジャイアンツがリードしています。6回の裏ジャイアンツの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。徳山が2番手としてコールされています。さあマウンドを任されたのは徳山。さあ西さん、ここで出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。そうですね、まあただ流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。初球は何で来るか。初球空振りです。低めの球手を出しました。ノーボールツーストライク。インコースボール。体に近いところ。まずワンアウトです。バッターは5番フォールコン。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。まずはワンアウトを取っています。まず何を投げてくるか。初球大きく外れています。さあ2球目は何か。ボールになります。ボール先行です。変化球は外。タイミングややずれています。2ストライク2ボールと追い込んでいます。変化球空振り。2アウトになっています。打席には6番バッター岡本。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトランナーありません。アウトコースストレートが決まっています。
ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。ファウルになります。振り遅れてますね。三振になります。スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。6回終わって3対0ジャイアンツがリードしています。小宮山さん、ここまで無失点、見事なピッチングが続いてますね。まあそうですね、もう本当に計算通りのピッチングと言っていいと思いますね。どこまでこの投球続くんでしょうか。アウトコース見送っています。ここは落としてきました。ボール先行です。打ちました。ライトへ打球伸びる。ライトが取りました。バッターボックス山田、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。マイコラス、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。なるほど、さあどう来るか。まあ次は迷ったらアウトローのストレートですね。引っ張った。坂本、2アウトになりました。打席には5番バッター畠山、2アウトランナーありません。いいところへ決めてきます。ストライクです。膝元へ決めてきました。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。外れてますか。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0ジャイアンツがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。西さん、ここで追加点が入るとグッド勝利に近づくと思うんですが、どうですか。そうですね、もちろんですね、もうちょっと話しておきたいですよね。もう1点がどちらに入るんでしょうか。初球大きく外れています。アウトコースへ決めました。これが3球目。3球目見送っています。ボール、
空振り、ツーボールツーストライクです。平行カウント、インサイド、弾き返した打球はレフトへ。バッターボックスは8番松谷、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。まあ、ここは狙いを決めてそれだけを打っていく感じですね。なるほど、そうですか。見送っています。低め振ってくれればというようなボールでしたが見送っています。ボール先行です。さてバッターボックスの松谷、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、スラッガータイプのスイングですがややパワー不足ですね。ただ長打は十分期待できますよ。そうですか。打ちました。さあどうだ、ヒットになった。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。さあこの終盤一塁には追加点のランナーです。そしてバッターはピッチャーのマイコラス。まあバントでいい場面ですね。バントしました。これはファウル。こういうバントはきっちり決めたいですね。送ります。徳山一塁送球します。アウト、ツーアウト、送りバント成功です。ツーアウトランナー二塁。さあジャイアンツ追加点のチャンスを迎えています。ここでの追加点は大きいですからね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには太田が入っています。これではバットが出ません。ストライクです。ここは見ます。バウンド、サードうまく取って一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。7回終わって3対0ジャイアンツがリードしています。安全な姿勢を取ってください。大きな揺れが予測されましても東京ドームは地震に強い。これから8回ジャイアンツに選手の交代がありました。レフト太田に代わりまして8回まで来ました。追いかけるスワローズの攻撃、打順は6番雄平。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ジャイアンツリードで迎える8回です。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますがやや気持ちの面では楽。三塁線破っていった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスにはバレンティンが入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここを抑えて反撃の芽をしっかり積むことですね。なるほど、そうですね。初球空振りです。キレがありますね。ストライクを先行させていきます。追い込みました。さあ3球目は何か、外の低め見極めます。ファウルボールです。ジャストミート、難しいバウンド、ショートうまく取って一塁アウト。ランナー二塁はそのままです。
さあそして打席には中村が入っています。さあワンアウトになりましたがまだピンチは出していません。ここで点を与えると勢いづいてしまう可能性もありますから確実に仕留めておきたいですね。なるほどそうですよね。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。なるほどそうですね。バッターの中村今シーズンの得点圏打率は2割5分5厘となっています。まあそこそこの数字だと思いますね。ここもやってくれそうな予感がしますね。はい期待しましょう。大きく外れました。次が4球目ファウルです。このピンチ見逃しで三振を奪いました。ツーアウトになっています。ご覧いただきましょう。最後は素晴らしいコースに投げ込んできました。今のはもうギリギリですよね。バッターボックスには代打のマクタ。まあ小宮山さんここはしっかり抑えたいですよね。そうですね。ここで点をやるわけにはいきませんからね。そうですね。さあ注目しましょう。初球はストライク。ストレートが決まっています。これは見送ってボール。思わずバットが出てしまったでしょうか。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。ストレート打った。セカンドの左抑えた。一塁アウト。これで3アウト。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。3対0、ジャイアンツがリードしています。8回の裏ジャイアンツの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。背番号21松岡が3番手としてマウンドに上がります。さあマウンドに上がったのは松岡。初球は何から入ってくるか。初球ボール。2球目コーナーをつきます。次が3球目インサイド変化球外れます。これが4球目。これは打ち損じてしまいました。バッターボックス坂本松岡まずは先頭バッターを打ち取っています。さあまず1球目インサイド見送っています。決まりました。3球目は何で来るか。低めの球手を出しました。ワンボールツーストライクです。まあここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。高め大きく外れました。
フルカウントです。ファウルになります。フルカウントです。変化球空振り、ツーアウトになりました。ブルペンが映っていますが、やはり守護神が投球練習始めています。やはり西さん、守護神登場してきそうですね。まあそうですね、当然最後は彼でという展開ですからね。これが1球目。初球でした。しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。ジャイアンツ4対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。見事ですよね。勝利に近づく追加点、あとは最後を守りきるだけでしょう。守備で交代してそのまま出場している中井。いや西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや本当いいバッティングしましたよね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。初球ボール、変化球タイミング合いません。これが3球目。あーよく見ましたね。はい、さあ4球目は何か。ファウルになります。さあ5球目は何か。またファウル。ちょっと振り遅れましたね。インコース変化球決まりません。3ボール2ストライク。打ちました。高いバウンド。ここもファウルです。これもファウル。またファウル。ここもファウルです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回ジャイアンツソロホームランで追加点を挙げています。8回終わって4対0、ジャイアンツのリード広がっています。無失点の好投でここまで来ました。小宮山さん、この回を抑えれば完封勝利です。今日は非常にテンポのいいピッチング見せてくれてますよね。そうですね、あと1イニング頑張ってもらいたいですね。ベンチの期待に応えられるんでしょうか。インサイド変化球決まっています。ボールになります。ライトへ持っていった。ライナー抑えてアウト。小宮山さん、現在のピッチャーの状態ですがどのようにご覧になってますか。まあ、そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。ああなるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。初球ボール、
入りました。さあ3球目は何か。低めの変化球は決まりません。低めの球、ツーボールツーストライクです。見逃して三振です。小宮山さん、100球を超えていますがまだ投げさせますかね。どうでしょう、ちょっと限界のようにも見えますけどね。ああ、なるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。初球空振りです。アウトコースで決めました。ノーボールツーストライクです。三振になります。試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、ついに王手をかけるということになりました。ご覧になっていかがですか。もう一つですけどね、気持ちを引き締めてあと一つ頑張ってますね。そうですね、期待しましょう。勝ったジャイアンツ、大きな今日は勝利になりました。一方のヤクルトスワローズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のようにクライマックスシリーズファイナルステージ第3戦はジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。本日は最後まで